下に踏み数路上のラジオ。ええ、ご経験いかがでしょうか。フリージャーナリストの西谷文和です。路上のラジオレイディオンザストリート、今回で106回目となりました。この番組は普段はアフリカや中東などの紛争地を中心に。取材を続けている私が毎回さまざまなゲストの方をお迎えして。 何の忖度も自粛もタブーもなくお届けしているラジオ番組です、えー、では今回もですねリスナーの皆さんからのお便りを紹介したいと思います、えー、ラジオネームてりやきプリンさんからですねいつもためになる放送ありがとうございます日本の政治家は強権すぎると右傾化して危険ですし恩和すぎればリーダーシップ不足を感じます難しいところです こと岸田首相は聞く耳を持っているようなオンアピールが強いですが丁寧に説明し理解を得るようにするの繰り返しで結局理解など得られていない場合がほとんどつまりポーズがうまいとしか言いようがないようですもちろん1人の人間として評価できるところもあるように思いますが政治家としてはどれだけ国民の信託に応えられるかだと思います その国民の大多数が反対した国葬の強行などを見てもため息が出るばかりですまともな政治家に政権を取ってほしいものです てりやきプリンさんお便りありがとうございます、えー、本当にねあのー、このプリンさんがおっしゃるように岸田さんちょっと期待してた人もいらったと思うんですよねあの安倍菅がもう強権政治であのー、ひどかったですからで実はですねこの安倍さん菅さんはですねこの円弧資本主義やったわけですよ円弧資本主義つまりですね14回ゴルフした加計学園だけが認められる あるいはその伊藤詩織さんを準レープした山口という TBS の記者は逮捕を免れる、菅さんの場合はその長男の東北新社だけが衛星放送に入れるとかね、まあ、そういう炎鼓の,の資本主義で、記、え、者、ー、さんは、ね、新しい資本主義を言ったんですよ、つまり今までの安倍・菅政治を変えるというふうに期待したのに、なんですかね、これ。 息子を秘書官にするで、そのまま縁故やんかというふうに思ってますが、えー、そういったところも含めてですね今回のゲストに存分に語っていただこうと思います、えー、今日のゲストはですね元朝日新聞記者でジャーナリストの佐藤明さんです佐藤さんは朝日新聞」や「あえら」「週刊朝日」などの記者として幅広く活躍されまして現在はフリージャーナリストとして精力的に取材や執筆活動を展開されておられます 著書ですね、職業政治家、小沢一郎もロングヒット中です。ネット動画のひとつき万冊も大人気です。今回は、そんな佐藤さんに、岸田政権内部崩壊、国葬、五輪疑惑、長男・子寝採用で自爆寸前と題しまして、オンラインでお話を伺いたいと思います。それれででは今回もこれからの1時間どうぞ最後までごゆっくくりお付き合いいださい西谷文和 路上のラジオレイリオ・オン・ザ・ストリート路上のラジオレイリオ・オン・ザ・ストリートそれでは早速今日のゲストをご紹介しましょう元朝日新聞記者でジャーナリストの佐藤明さんです佐藤さん今回もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい佐藤さん今回のテーマは 岸田政権が内部崩壊しているのではないか、はい、え特に長男、コネ採用で、これ、自爆ではないかということで、はい、ちょっとお送りしたいんですけども、あの、はい、安倍・菅政治はね、コネだらけやったでしょ、そのはい、14回ゴルフした加計さんだけ獣医学部とかね、あのはい、そういうのがコネだらけで、岸田さんは新しい資本主義と言ったわけですよね。つまり、はい、そのコネ政治とか そ,のそういう安倍菅政治を、さっぱりこう、きっぱり変えるというふうに言ったにもかかわらず、長男の,あのなんか翔太郎さんやったかな、秘書官にするって、これ、やっぱり、政治でしたねまあそういうことですよね。だから、基本的にです、ね、自民党というのは、まあ、えー、の政治なんですまあ、なんていうかな。 まあ、あの今、議員になっている方々のですね、はい、あの出身を見れば分かるように、ですね2世、3世、4世ですね、はい、ものすごく多いじゃないですか。もうそればっかりですね、ほとんど。岸田さんだって、岸田さん自身は3世だし、はい、え安倍さんだってね、安倍さんはもちろんね、あのはい、岸信介ですね、はい、それから、えー、安倍晋太郎と、3代続けて、はいはい、そして。 えー、岸信介のですね弟は佐藤栄作ということで、もう 7×7×7 イ <laughs> コール343光っていうね、<laughs> すごい光なすですそうするとね、基本的に全部、これなんですよ、はいはい、だから、えー、岸田さんがね、あの長男を秘書官にしたということについては、はい、基本的に自民党のですね、えー、構造を考えれば、別にびっくりするような話ではないんですよね。 ただね、その岸田さんはとにかく、ね、今、えー、ものすごい支持率が落ちているんで、ですねそう,そ,うでそういうところで、ね、あのただでさえ岸田さんの,、ねえー、この挙動というのは注目されているのに、はい、その時に長男を首相秘書官にするというのは、はい、あまりに露骨でですね。うん 何考えてんだっていうです、ね、<laughs> ことを批判があるわけですよね。そううでしょうね、うん、だって国、うん、国葬をです、ね、もうほとんどの,あの国民反対してるのに強行した、その直後に支持率がガクッと落ちて、普通なら、あのちょっとおとなしくしてる時期ですよね、まあ、そういうことですよね、だから、まあ、岸田さんもね、あのー、いろいろねオート、なんていうかなあの、自動車レースを見に行ったりですね、何考えてるのか分かんないんだけども。 それでちょっと支持率をね、少しでも盛り返そうと考えているようなふうには見えるんだけども、それでさえもね、とにかく、まずね、静岡のですねえ被災にあったところは立ち寄らずに、それを都通りしてしまうとかですね、そういうことがまた批判されているわけですよね。ということで、岸田さんというのはね、頭が働かないんですね。<laughs> 人気少しでもね、人気を挽、ね、回するためには、はい、やっぱり被災地に回らないとですね、そうですよね、佐藤さん、今ね、<あ>思い出しましたけどね、<う>西日本の豪雨被害の時赤坂自民邸でで飲んでましたよ、ねはい、まあそうなんですよね、だからこれはもう本当にね、まああのー、安倍さん、岸田さん、まあ、特にそうなんだけど、結局国民のね、生活とかね、そういうことは2の次、3の次っていうね。はい まあ下手したら全然ね、の、うん、の次ぐらいの感じなんですかね <laughs> やっぱりボ、うん、ボンボン政治家はやっぱり、その下々の痛みが分かってないんやろね全然分かってないですよね、うん、え分かってないし、そこのところはね、例えば田中角栄であるとか、はい、小沢一郎さんであるとかね、はい、そういう人たちと全然違うところなんですよ。 例えば田中角栄とか小沢さんは、ですね、はい、のドブ板選挙っていうね、そ,うそ,うそれを非常に、ね、大事にしているわけなんですよ。はい、ドブ板選挙っていうのはね、あのーまあ、批判されることもあるんだけども、僕は全然正しい,正しいと思うんですよ。新聞記者も同じようにね、ねドブ板を渡るようにですねはい、はい、取材しないとね、はい、本当のことは分からないんですよ。はい、そういうことをね、安倍さんとか岸田さんっていうのは、やらない,い,い人たちなんですよね。 だから分からない、それをやらなくても通りますからね、通るんですよね、これはだから、まさに3世、4世というね、そういう政治家なんですよ、逆に言えば、そこで通らないですね、なんていうか、選挙に弱い、そういうバックボーンを持たない人たちですね、例えばバーベキュー、萩生田とかですね、そういう人たちはね、要するに宗教の方に走るわけですよ、宗教団体のね。 はい、統一教会の手助けが必要だとかですね創価学会から4万票もろてて、<う>まだ統一教会からもろてん,もん、ね、そうですよね、それでさらに幸福の科学の方にですね。はい、いや、大学を手助けいたしますとか、ですねそんなふうなことで、えー、集票をなんとかしようとしているのがね、はい、あのバーベキュー、萩生田さんのね、バーベキューやってることでね、はいうん、その二つに分かれちゃうんですよ、今の自民党というのはですね。なるほどね はい、あのー、ちょっとね、その岸田さんの,その長男の話に戻しますけど、これね、うん、もう岸田さん自身が、もう俺の政権は長く持たへんから、せめて長男を秘書官にして経験させようと、うん、こういうことですかね、うん、今回やったのは岸田さんという人は、ですねあ,のあんまりね、なんていうかな、えー、欲のある人じゃないんですよね。だから例えばその えー、なんとしてもです、ね、この地位にしがみついてというような、はい、あ感じの人じゃないんですよ。そうですね、なので、そこをです、ね、推測すると、いやー、これだけ支持率上がったらもうだめか、はい、じゃあ、最後に、はいえー、あの長男を、えー、首相秘書官にして、ちょっと経験積ますか、それでさよならして、まあ俺はこれでいいかなみたいなです、ね、そんなような感じだったかもしれないですよねだってその、広島で岸田王国を維持せなあかんからね。 だから、もう長男にということを考えてんのかもしれませんね。まあ、そういうことなんだけども、それはもう本当にね。有権者にとってはたまったもんじゃないですよね。あの、日本、うん、日本国の舵取りをするわけでしょ。首相の政務秘書官というのは？ 全然経験なない人はそんなんねだから、岸田さんの長男という人はね、はいまあ、いろんなこの記事、紹介しているね、はい、人物紹介している記事を見ると、はいまあ、結構ね、そつなくやるタイプでですね、評判を悪、そんな悪くはない感じなんですけども。はい、人柄はんです、ねはいい、うん まあ人柄じゃなくてね、まさに経験がないですからねそうですよね、人柄で政治はできませんからね。えー、まああとね、この岸田さんをね、うまくその連携というか、この官邸の中での、ね、スタッフともですね、はい、それがあんまりうまくいってないんで、はいえー、それでね、まあちょっと相談相手というか、ですね、はいえー、孤独を癒す、はい、えす、ー、そしてね。ああ <laughs> あのの、まあ、ちょ、はいあのー えきちんとね、報告を伝えてくれるという、ですねそういう役割を期待してるんじゃないかっていうね、そういう分析も結構目立ちますね佐藤さん、あのあの政務秘書官は2人しかいなくて、そのうちの1人は島田さんという、まあ、経済産業省出身の人ですけど、この島田さんをあんまり信用してないということなんでしょうか、岸田さんはまあそうですね、なんか要するに連携がうまくいかないいみたいなんですよねはあはあ、はあ、なるほどね岸田さん自身がね。 あのー、きちっと判断できる人じゃないんで、ですね周りの人たちもね、おっかなびっくりなんですよね、うん、たまにね、判断をね、素早くしたかと思うと、うん、国葬やとかそういう判断するんでね、内閣改造もね、ねとにかくね、岸田官邸が今、がたがたになってるっていうね、なるほどそういう話が聞きますよね。うん これ、統一、4月の統一地方選挙で自民党が惨敗したら、政権投げ出すかもしれませんね。しかし、4月まで持たないんじゃないかっていうね、いはあはあ、うん、感じはありますよね、大体12月10日にね、えーまあ、一応臨時国会が終わるということなんだけども、はい、それまで持つのかなというですね、だって支持率がもう3割切って、割台ですもんねそういうことですね。 まあ支持率が上がるね要素が全くありませんからね。これ、そのね、支持率が上がる要素がないということで、国葬もそうでしたが、これ、東京五輪疑惑がですね、非常にいろんなものが、さらに新しい事実がいろいろ出てくるんですけど、これ、亡くなった安倍さんが、高橋治之という人に直接電話をして、お前は裏を取りしきれと、絶対捕まらないようにするからって。 ここういういとを安倍さんんが言うてたんですねそういうことですね、それはね、あの文藝春秋のね、はい、取材に基づいて、ですねそういう話が出てきているわけなんですけども、はい、まあそれはね、本当に驚くべきことであると同時に、ですね、あ,あ、なるほどねっていう感じもするんですよね、<れ>つまり、はいうん、これはね、安倍さんというのはね、 えーまあ、記憶している人も非常に多いと思うんですけれども、はいあの、検察の、ねえー、一番のトップである検事総長に、ですね、はい、黒川さんをね<う>あの、当時、東京高検検事長の黒川さんを据えよようとしていたんですよ官邸の守護神、安倍官邸の守護神と言われた、ですね、はい、あるいは安倍官邸の用心棒と言われたう、はいうん、黒川さんね。 はい、でこの人ですね、まあえー、この安倍さんと菅さんがね、そういうことを考えたわけなんですけども、はい、で結局ね、あのー、最終的にですねこの黒川さんが失脚して、ですねか、はい、け麻雀しを使ってね、はいえー、失脚して、そして林誠検事総長になったんだけども、はいはい、でそこのところでね、あのー、安倍さんとしては、いやー、これはね、自分の考えでは、これはね、黒川を、うん、検事総長に据てて、はい、そしたらみんな、えー、どんな悪いことでもね、 これは隠すことができると,、はい、というふうに考えて、ですね、はい、それで黒川さんにしようとしたと、そういう自信があったんで、はい、裏の自信があったんで、高橋さんに対して、いや、それは私は私が高橋さんを守ります、ですから、ぜひ、あのー、<laughs> 理事になって、そして悪いことをやってくださいっていうような、ですね、はい、まあそんなようなことだったと思うんですよね。 高橋さんからした,したらですよ、その頼みの黒川博文は掛け麻雀で辞めて、安倍さんはその銃殺されたからあの、逮捕されましたよね、これ、約束違うやないか、はい、思ってるんじゃいますかね、刑務所の中で。いや思ってると思いますよね、まあ、話が違うということで、ねうん、まあねいや、やっぱり自分を、ね、恨んでると思いますよ、いややっぱりね、俺が分かったと、うん、あこういう事態になることは読めなかったみたいなんですね。 とということはなんか自分でねえ、ね、まあ独房か何かに入れられてはるやろからこう後悔の日々をさ,されてるんかと思うんですけど、あのー、ちょっとですねここであの初めて聞くリスナーの方もおられると思うのでこの高橋治之という人が中心になってオフィシャルサポーターか。 これにこの十五億ほどかかるものを半額に負けていると。まあ、そういう構図、ちょっとその構造ちょっとざくっと説明してもらえませんか。この疑惑の。あまあ、そうですね。あのー、要するにね、あのー、高橋春之さんが逮捕されたのはですね。はい、まずね、この紳士服の青木ですよね。そうでしたね。うん、はい。ええ、青木からですね。五千百万円の賄賂をもらったと。五千百。そして、その。はい、うん、そして、その青木がですね。まさに、この。 えーえー、サポーター、五輪のサポーターというね、はいはい、そういう地位になったと、なったそしてね、日本選手団のユニフ,ユニフォームであるとか、<う>いろんなものをね、あのはい、一気に手掛けることができるようになったわけなんですよ、はいね、そういうビジネスチャンスが生まれたということですよねも,もろ利権ですよね、これはね。はい、はいい のもですねだって、まさにね、日本選手団のユニホームであるとか、ですそういうようなものをね、やっぱり作るとなれば、例えばね、オーバード・カシアムであるとかですね、やっぱり日本を代表するね、この洋服メーカーですね、これを連想するわけなんですよ。ところがね、アオというね、このね、安いなんていうかな、スーツかなんかですね、それを思い出すわけなんですよ。 ね、その青木と同じように、例えば同じような感じで k 川も、k、はい、川ですね、はい、これが高橋さんにいくらだったかな、7千何百万ですね、賄賂として送っていると、はい、それから同じようにパーク24であるとかね、パーク24、えー、代表であるとかですね、そういう送っているということで、はい、高橋さんがあ、まあ、逮捕されているわけなんですよねねここれが、ね、今のところですね。 あの表にななっていいる事件なんですよはいはい、でこれから先です、ね、じゃあ、それが、ね、どういうふうに発展していくかという問題なんですね、はい、ぜひそこはちょっとね、お聞きしたいんです、どのように動いていくんでしょう、うん、これ。これはですので、あのー、今ね、この AOKI から高橋さんに5100万円の賄賂がいったということなんだけども、はい、それとは別にですね、はい、青木から高橋さんに、 2>, 2億3000万円がいってるんですよ。それ大きいじゃないですか、2億3000万はい、はい、はい、ってるんですよね、うん、この2億3000万ですね、えー、じゃあどういうふうに使ったんだと、これをね、えー、今、検察はまずね、追及しているわけなんですよ。はいでこれね、高橋さんという人はですね、あのー、自分のね、えーで、このソラシオっていう名前のね、ステーキ屋のお店を持って、はいえー、いたんですよね、はい、持っていたんだけども、えー、そこにですね、 えー、実は1億5000万ぐらいの借金をしているというふうな話があったんだけども、はいはい、検察が調べてみたら、そういう借金はなかったみたいなんですよこれ、よこれ空ーは別に経営困難じゃなかったわけですよね,ねなかったんですね、ここの辺んのは先からね、この辺の先の話は、ですね、えー、僕の取材に基づいていますので、はい、あのこれはどこも報道していないことなんですけども。ぜひ教えてほしいいですはいえー まあそれであの検察が調べたら、そういう借金はないということで、はい、じゃあね、はいえー、高橋、これはどこに使ったんだというね、追及になったわけなんですよ。それで検察が見立てているのは、はいえー、このうち1億円超が、はいえー、森喜朗さんに行ったんじゃないかと、というふうに見立てているわけなんですよ。サメの飲みた1億円が、うん、はい はい、これが、ね、第一のポイントなんですよね、はい、だからここのところで、えー、検察を高橋さんがせ、えーまあ、めぎ合いをやっているんじゃないかなというふうに僕は思うんですけども、これが一つなんですよね、あと同じようにして、k、えー、川もやはり高橋さんに対して、ですね七千何百万円の賄賂とは別に、2億円う超のです、ね、お金をやってるんですよ。 カルカルこれはね、例えば青木から高橋さんに言った2億3000万円は、えー、この青木の希望で、ですね、はいえー、これはね、あの選手団の選手の育成ですね、育成というか、この選手の、ね、強化費ですね、こちらの方に使ってほしいと,、はい、ということになってるんですよ。はいはい、でそのうち、えー、っとおこれはまあ正確な数字ではないんだけども、 1000万円ずつをですね、えー、馬術協会と、それからセーリング協会の方に入れている馬術、はいえー、とセーリングですね、ヨットですね、そうですね、はい、これはニュースになってましたね、馬術とセーリング行ったと。はい、そうなんですよ、で残り2億、まあ、1000万、2億円超ですね、これがどうしたのかという問題なんですよね、このところで、えー、森さんにまず行ったんではないかという<ー>。ね、はり森さんですか、はい これね佐藤さんの、の、まあ、とりあえず確認しますけど、この馬術協会、これ、JOC の武田恒和さんの,あの,あの出身の競技ですよね、馬術馬はね、セーリングはなんか副会長の人がやってはるわけですよね、これももろじゃない、1000万って数字は少ないんですけど、まあ、要はうちの子分に配ったりやみたいな感じでしょう、これ。 まあそうですねそういう見方もありますよね、ただその辺ねはね、い、僕はちょっと聞いてないんですよね、そのへんのお金がどうなったのかっていうのは、まだ分,、うんうん、分からないというか、まあかまあ僕が分からないわけなんですよねいずれにしてもその選手協会に使うというのはあのいい話なんですけど、その2億円、2億円で合計4億円ぐらいが行方不明になってるということですよね。うん まあそういうことですね、そのがまがよく分からないということなんですよね、まあ、検察はもう見,た見立てていると思うんですけども、えー、外側のわれわれはまず全然分からない状態なんですよ、はいあのー、ちょっとね、うん、これ、素人質問ですけど、青木はですね、あは、のー、お見舞いで200万、森さんに配ったと言ってるわけですよね、はい、もう庶民からしたらこれだけでも賄賂だと思うんですけど、やっぱり200万では捕まらない。 あのこれはです、ね、200万円送ったということで、これは、ね、病気見舞いということになってるんですけれども、はい、まあ検察としては、ね、これは実は賄賂と見ているわけなんですよ、賄賂、はい、の一つとね。ということで、はい、まず、ね、最低線でもこれだけで森さんを在宅起訴にすると、はいおまあ、これね、えー、身柄は取らない、つまり逮捕はしないんだけども、はい、在宅のまま起訴すると。 とということをまず第一に考えてるんですよ在宅いうのはやっぱり高齢だし、病気がちだからということでしょうねそうですね、はい、その配慮もあると思うんですよね。だけども、検察はそれだけではないということで、えー、さっき言ったように、この1億円超が森さんに言っている,いるんじゃないかというふうに、ね、見立てているんですよ。 検察が見立てるということはね、当然、法と証拠に基づいて見立てるわけですから、相当ね、なんていうかなあの、確信を持っているに違いないとは思うんですよねあのすみません、やっぱり200万では弱いけど、1億円が来ると、これは庶民感覚からしても、逮捕してもらうのは困るということになりますよね、1億円になるとそうです。そうなんですよねね、はい、これはは、ね、首相経験者については、ね あのやっぱりこの缶目って言うんですけど、ある程度ね、この金額が大きくないと、その逮捕案件にならないんですよね、田中角栄の,のですの、ね、5億円ですね、ロッキードの,の、はい、あれが、まあ、一つの、ね、スタンダードになっているんですよ、それに比べてね、200万ではちょっとねということがまあ,あるわけですよね。うん まあでもこれも変な話で、その普通の庶民が200万やり取りしたら捕まって、吉本の芸人が反社と付き合うたら出られなくなるけど、政治家は政府なんですよね、これがね、うん、そうですね、うん、まあそこらへんがね、まあ一般的な感覚からするとね、それはなんていうかな、あの法のね、うん、公平ですね、それに反するんじゃないかと思うんですけども、うん、ただ現実問題としてはね、まあそういうことがですね、演説の内部でやっぱり。 簡単な材料としてあるんですすよねズバリ聞きます前回もちょっと聞いたんですけど、森さんはその神宮外苑を再開発すると、そのときにそのた建物の高さ規制などが取っ払われてしまうわけですよね、こういうところで動いてた可能性は高いわけですか、はいまあ、そこのところがです、ね、こ、まあ、れは、ねまあ、神宮外苑、ね、再開発については、ですね検察はその問題も、ね、追っているんですよね。はい 乗っているんですけども、あのー、その辺のはね、うん、まああ多分分ね役割分担があったと思うんですよね、これはあの森さんはね、この神宮外苑再開発について、まあ、一番最初からね、はい、かなり力を入れてこの動いている人なんですけども、まあそこに関してね、例えば。 えー、菅義偉さんとか、ですね菅さん同じ元首相の菅義偉さんね、はい、それから前デジタル大臣の平井拓也さんであまあそういうふうな人たちもお関わっているわけなんですよ、なるほどでここら辺のの、ね、役割分担がどうなっているかというのはね、はい、でまだね、えーまあ、検察は分かってると思うんですけども、はい、まだわれわれはよく分かっていないところがあってですね。 ただまあこれ推測としては、ね、森さん自身はそういう、ね、極めて具体的なところは関わってないんじゃないかと思うんですよねバクっと、あのーまあ、会長やったしずっとオリンピックやってきたからバクっとした存在なんですね、でまた、ね、そういう高さ制限の話とかね、はい、結局、高さ制限は。 えー、それまで確かね、えーうん、15メートルだったかな、はあ、15メートルの80メートルになったんですけども、はあこれね、東京都知事の権限なんですよ。東京都知事いは小池百合子さんですけども、はあ、小池百合子さんとこの森喜朗さんというのはね、はあ、全然ね、話が、ね、合わないっていうか、もうね、権限全然、対立してるんですよ、摩擦があってですねどういうういいことかっていうとかね。 まあこれ、非常にここだけの話なんですけども、はい、要するにね、小池百合子さんが、えー、自民党にですね入った時に、はい、森さんの派閥に入ったんですけども、あそうなんすよ森さんがね、あのその時ね、あね、のー、小池百合子さんにちょっとね、 なん消そうかな、まあ、化粧をしたというか、ですね、うんまあ、ちょっといいなと思ったんですね。はあまあ、ということがあって、どうもねあの、このホテルのキーがなんか渡してです、ね、こっち来いやということになったわけですよね。なるほど、はいまあ、それを小池さんはね、まああの、全く無視してですね、はあ、あのしたんだけども、はいまあ、そのことをね。 小沢一郎さんに相が森さんにね、そんなバカをおすすめというふうに注意したんだけども、それ以来ね、全然もうなんていうか、人間関係が全然だめだっていうね、これはね、自民党の中では、もう知ってる人は知ってる有名な話なんだけども、そういうエピソードがどうもあるらしいんですよ。そうか。わきまえない女に思うよってね。そうだから だから森さんと小池さんはだめなんで、<ー>森さんでは話にならないということで、そこで、あのー、どうも平井さんであるとか、菅さんであるとかね、あ<ー>まあそういうのがこう、まあ、登場してくるというね、それで小池百合子さんは2回と近づいたわけですか。 あまあそれでいいかどうかわからないけど、そうですか、うん、なかなか興味深い話を聞かせてもらいましたが、はいあのー、ずばり、あのー、これ、検察、どこまで頑張れるでしょうね、これ、やっぱ世論次しだいという,ん、う世論次第ってのもありますよね、はい、とにかくね、あのー、もう年を越すのはもう間違いないですから、はいはい、でこの高橋治之さんもね、 今まで3回、ね、逮捕してますよね、そうそう再逮捕して、はい、高橋さんね、意外にこう、ねまあ、しぶといんで,です、ね、はい、なかなか喋らないということで、落ちませんな、なかなかはい、落ちないということで、検察としてはね、これ4回目の逮捕も辞さないというね、<laughs> 極めて強い姿勢で今、んちょっとこの姿勢で、ちょっと突っ走ってもらわないと困りますね。 まあこういう、これはね、とにかく大義国事件に発展するね可能性がありますので、はい、これはね、国民としてはね、やっぱり応援したいところですよね、検察をね。はいお話は尽きませんが、前半はちょうどここでお時間となりました、佐藤明さんにはまた後半でお話を伺いたいと思いままます路上のラジオオレイディオンザストトリートまだまだ続きます。 下に踏みかず。路上のラジオ。ええー、路上のラジオ。今回は元朝日新聞記者で、ジャーナリストの佐藤明さんにオンラインでお話を伺っております。えー、佐藤さん、後半もよろしくお願いをいたします。よろしくお願いします、えー。この岸田政権の中で、高市早苗さんは経済安全保障担当の大臣をされていると。えー、これ、まあまあ、右寄りの統一教会派の議員なんですが。うん この高市早苗さんと、三重県の小林武虎さんやったかな、県会議員、この人たちがなんかちょっといろいろなツイートをされてますよね、これ、ちょっとそのどういうことになってたんでしょうか、えー、これはだからね、この三重県のね、はい、あの自民党県議で、はいえこう、自民党三重県連のです、ね、副幹事長を,をやっている、小林貴虎さんという人がいるんですよね。はい 小林隆虎さんという人が、この追悼をして、ですね、はい、えそして、このね、あるうまあ会合で、ですねある現職の国会議員からね、こういう話を聞いたと、はい、うん、でどういう話を聞いたかというと、この安倍さんのね国葬に関してですね、はい、えこの反対している人たちですね、はい、えそれ SNS に限る限りですね、はい、 その8割は大陸から来たものであると。はい、大陸っていうのはね、まあとで小林さんがいろいろ記者に説明したところによると、中国から来たものであると、はい、というふうなツイートをしたわけなんですよ。はい、でこれはね、えーっと、その聞いた講演によると、えー、公のね、法的な調査によるものだと、はい、という話をツイートしたんですよね、はい、まあそれでね。 えー、みんなびっくりしたわけなんですよ、一<あ>つはです、ね、び,びっくりしますよ、そんな、はいうんで、僕もすぐにです、ね、びっくりしてね、えー、それについて、まあ、いろいろコメントするツイートを出したんですけども、はい、そういったら早速ね、小林さんからあのブロックされたわけなんですけど、ブロックしたんですか、はいはい。ねはい、でね、なんでね、どこにびっくりしたかというとです、ね、はい、まずねその、公的な調査ですね、これ、どこが調査したのかわからないけども。そうですよね,ね はい、外務省かね、総務省か分かりませんけどね、はい、それ調査したら何、国葬に反対している SNS の8割は中国からっていうね、はい、まず事実としてそんなことがあるのかということと、はい、それから、そんなことを調査している役所があるのかと、それをね、まあ、びっくりして、みんなそういうところにびっくりしたんだけども、それでまあ小林さんにですね、一体どういうわけだとね、はい そしてまたそれはね、一つはヘイトスピーチにつながるだろうと、中国に対するヘイトスピーチにつながるだろうということで、えー、この記者ですね、まあ、地元の記者もですねみんなびっくりして、小林さんに今、えー、聞いたわけですよ、集中してですね。そこで小林さんが、えーですね、またツイートをしてですね、1日たって、はい、どういうツイートをしたかというと、いや、それは。 皆さんを、ねあのー、お聞きになっていますのでお答えしますが、えー、実は首相になっていただきたい、えーうん、高市早苗さんが日本会議での講演会で、えー、公にしたものですというふうにまたずばりと、ねあのー、ツイート投稿をしたんですよ <laughs> そこでまた問題になって高市、ね <laughs> はい、さんはそんなことを講演したのかということで。<laughs> はい ね、で高橋さんにみんな追及したわけですよ、それはそうですよね,、はい、ねまずそういうことを言ったのかと、そして、はい、その役所はどこだということになったわけですよねで、高橋さんはそれに答えて、はい、いや、私はそういうことを言った,あ言ったこ,とことはありませんとはい,、はい、いうことになって、えー、それでその小林貴虎さんが、まあえー、謝罪して、それは私は間違っていましたと。 ということで、それを削除して、ですね、はい、取り消して、えー、そしてこのお、えー、三重県議会のですね常任委員会の委員長をついていたんだけども、はい、まあそれも辞任したとというような話が、ですね、まあ、こ事の天末なんですよねこれ、しかし、ですね県会議員がその高市早苗という具体名を出しているわけですから。 普通はその高橋さんが言ったんじゃないですかね、そんな、あの嘘でそんなこと言えば、ね、えこの小林高虎さんは、うん、もうそれこそ自民党除名みたいなことになりますよね朝日新聞のね、あえらだったかな、あえらの記者がね、はい、あの取材してです、ね、はい、そして書いているんですけども、えー、この講演会に参加した人にあの、複数当たってるんですよ、その記者はね。はいはい、で、実際行ったのかと。 はい、こういうこと聞くと、ですね、はいえー、みんなね、いや、ちょっとよく覚えてないんでって、ごまかしたんだけども、ある一人が、ですね、はい、あのはっきりと全部喋ったんですよ、はい、それによると、確かに高石さんは、公演の一番最後でそのことを喋ったと、ただ、あその公の役所の調査といったかどうかは、はいうん、どうもそこらはまは記憶にないっていうかね、はあはあ、ちょっと曖昧なんですよ。ただ えー、8割からっていうことを喋ったことはあ事実だということなんですよねまあこれね、日本会議の講演の会だったということですが、この小林高虎さんも高市早苗さんも、これ、どちらも統一教会系の議員ですよね。そうですね、まあ、高市さんが統、ね、一教会系というふうにはまあ言えないと思うんですけども、小林さんはね、これもうほぼ完璧に統一教会系だと思うんですよ。 というのはね、はい、あのー、これはまず第一にね、統一教会の関連団体である U.P.F. ですね。U.P.F. はいはいはい。いあのお天空天中なんとか連合だったかな。あのまあそかカジカジクリさんが委員長してるとこね。はい。そういうことです。うんうん、安倍さんがですね、まあビデオメッセージを、ね、そうそうそう。はいはい、はい。まあそこのそこにですね、五年間在籍していたんですね。もうもろじゃないですか。うん、そうなんですよ。はい、おそしてね。 あのー、これね、立憲民主党が、ですね、えー、そういうなんていうかな、あのー、統一教会の,この被害者とかね、はい、この2世問題ですね、はい、非常に深刻なね子どもたちの問題がありますので、はい、それのね、あのー、調査委員会を持っているんですよ。はい、でそこでね この2世元2世信者ですね、はい、その人がですね、うん、あのこの質問に答えて、ですねはっきり言ってるんですよ、はい、実は私はこの三重県の地元の教会で、小林高虎さんをいつも見ていましたと、その人はいつもその教会に来て、ですねいろいろやっておりましたと、お祈りもしていましたしね。そそしてその選挙になると、うん 最初、ね、三重県のこう通市議会ですね、はいえ、ここに小林さんは立候補したんですけども、はあはあ、えそこでね、あのー、選挙になると、実は私の母親もウグイス嬢として、えー、参加していましたと、はいい、お母さんというのはもちろんね、あのー、その人は2世ですから、信者ということですけどもね、そういうことで、まあ、結局、まああのー、統一教会の出身というふうに解釈せざるを得ない。 うん、う,いうん、うですよね。はいうん。まあ、こんな八割がそのた大陸なんていうことは。ほぼ私はありえないと思うから。これ中国からしたら。抗議の対象ですよね、こんなんね。中国としてもね、まあ、そんなこといちいちめくりはったらともかの。書かないでいうね。<laughs> はい、ことがあったと思うんですよね。うん。まあ、高橋さんとしてはね、今その経済安保担当大臣ですから。ね、経済安全。経済安全保障ですね。はい。 なので、問題意識としてね、やっぱりこの、はい、なんていうかな、えー、対中国、まあ、対中国ってのは、ね、その,ものほとんどなんですけども、はい、それのね、えー、この安全、情報の安全保障とかですね、うんうん、そういうことが頭にあったことはもう間違いないと思うんですよ。まあ、そこでね、いろんななんていうかな、まあ、あることないことをいろいろ頭にあって、ですね、はい、そのうちのないことのうちの一つが、ですねついぽっと口から出てしまったと。 それがね、あの真相じゃないかなと僕はね、解釈してるんですけどね。でも、そのないことをぽっと口に出すような人物が大臣であれば、安全保障は全然あの守れないですね、これそういうことなんですよね。だからそこらへんはね、このツイッター、Twitter、なんかでも、ね、非常に批判されているところで、つまりね、まさに今ね、おっしゃったように、ですねそんなことをね、ぽっと喋っているようなね、人がね、 経済安全保障なんて、ね、担当なんて全くおかしいだろうということで,で実際、ね、高市さんこの経済安全保障といっても、ね、僕なんかこう、ね、いろいろ専門家というかなそれに実際携わっているビジネスの現場にいる人に聞くと。 それほど詳しくないっていう話は聞きますよね、経済安全保障に関してねそのね、三重県議が、まあ、そのうん統一教会員だったんではないかという話が出たんですが、実は先日あの、小川さゆりさん、これ、加盟なんですが、えー、この方があの2世として、まあ、涙の記者会見をしたときに、統一教会は妨害したんですよね、これそうですね。 そのね、加盟の,その小川さゆさんという方ですね、はい、まあ非常に勇気のあるですね、はいはい、女性だと思うんですけども、その人がね、さっきちょっと言ったこの立憲民主党のね、調査委員会で、小林鷹虎さんのことに関してね、はい、あの証言したあ人なんですよ、同一人物なんですけども。 あこの小川さゆりさんのお母さんがウグイス出をしていてで、教会で見たという、もうだから小林さん、真っ黒じゃないですか、<laughs> はい、まあそういうことなんですよね。まあ、そしてね、この前ね、特派員教会ですか、はい、あの外国特派員教会で、はいえー、記者会見されてですね、そしていろいろとね、 あの実は学生時代ね、はい、アルバイトしてた200万円とかね、そうい,、はい、いうことを全部、ね、持っていかれてしまったと、はいえー、そしてね、えー、その、まあ、お母さんだったかな、はい、あのこのアルバイト先にまで来てですね、はい、そしてお金を渡すまでは帰らなかったというね、うん、まあそういうようなことをねあの、まさに涙ながらにね、語ってね、えー、いましたね。うん これお金もそうですしあの、恋愛したらあかんって言われますんですよね、だから、それってもうなんか、うん、そのもう悩んで悩み抜かはる方もいるし、もうそれこそ奨学金まで全部取られてしまったり、これ、なんていうんですか、これ、自動虐待ですよねこれまあ全くその通りですよね、あまあ本当にね、この偽問題っていうのは非常にね、まあ、悲劇的な問題ですよね、まあ、ととかくこの恋愛禁止というかね。 えー、まあなんていうかなまあ人をこう好きに好きになったりですね。はい。まあそういうことってねこれ自然の感情じゃないですか。そうはいそうです。ね、はい。で自然の感情をですね、えー、これやってはいけないということになるわけでですねでよく考えたらねこの合同結婚式というのもねありますけどもね。はいはい。合同結婚式だって全然 身も知らない人男女がね集められて、はい、そしてあなたはあなたとあなたはあなたとみたいなね、はい、そういうことを一応ねこの建前としては統一教会のねこのハン・ハクチャ総裁がね決めるということなんだけども、はい、まずねそれ自体が自然じゃないわけじゃないですかいやもう、ね、異常ですははいい。異常です,、はい、常ですよ、うん、で人間社会ってのはとにかくねこの法律でねできてますからで、はい、法律っていうのはねまず真っ先にねこの自然法がね 母体、はい、になってますのでね、自然法ってのは、人間の,、ね、この自然の、ね、感情とか、そういうものを、ね、基本にしてますから、それに反することを、ですね実際にこの合同結婚式とか、あるいは、ね、思春期で恋愛してはいけないとかですね、これは人間の自然に反することなんですよ。なので、これはね、はいえー、人間社会である限り、統一教会というのは、 これは反社会的団体というのは、ねはい、どの社会でも当てはまるんですよ、日本だけで、えー、この反社会的団体じゃないと、ね、宗教団体であるというふうに考えるのはどう考えてもこれはおかしくて、えー、これは、ねえー、成り立たないんですよ。まあねあのー、そういういですね あの何て言うんですかその、もう次から次からとんでもないことが分かってくるわけですけど、先ほどの合同結婚式で言うと、あの日本の女性信者は真面目で、あのまあ、洗脳されてで、韓国は男性が来るわけで、この男性は結婚できないような人が来て、でよくあの酒に溺れてたりとか、暴力振るわれたりとか、もう本当に大変な目に遭ってるみたいですね、合同結婚式した女性は。まあそ,ううん、そうですね、そういうことはね報道されますよね。 でそれで、ねまあ、その日本人女性のうち、ね、6000人ぐらいかな、はい、もうそれは、ね、もう行方不明であるとか、ですね、はい、そんなような話も、ねあのー、記事、僕読みましたね、うん、これね、ねちょっと本当にあの、まあ、あの解散命令を出せということで、弁護団なんかが言ってはる、本当にね。 これなんとか対処せなあかんと思うんですがそんな統一協会がめちゃめちゃなことをしているその中であの亡くなった安倍さんが、まあ、一番つながり深かったと思うんですが安倍さんの次につながあの深かったと思われる細田議長ですよ衆議院の議長この方記者会見しないでペラ,ペラ一の紙出しただけってこれこの人も全然危機感ありませんね。 あ本当ですねだからまさにねあの、神対応であるというね、そう,そ,うそういうダジャレも生まれてますけどもね、はいうん、だからこの細田さんに関してはね、とにかくその前にね、えー、セクハラ親父とかですね、そんなような、ね、こともありですね、非常に評判が悪いですよね、うん、評判が悪くて、そういう人がですねまずこの衆議院議長をやってるというね。 ここれれは、はい、て国の恥ですよこれね,そうですねなんでそういうことが、ね、あのできたのかというと、これは紛れもなく、この安倍さんが会長を、ね、今、やっていたですねこの安倍派の議員数が90人以上というね自民党の中で第一であると、はい、そういうことで、ね、できているわけで、ですね決して細田さんがですね、 人間的にあるいはその政治家としてね、はい、評価されてなっているわけではないんですよね、<ー>そして、えー、このね、その今の対応を見てもですね、もう全然もうなってないわけなんですよ、これね、うん、そのまあ、いわ,いわゆるその安倍派という、あのの前は細田派ですから、まあ、いわゆるその猿山のボスやっただけで、この,この方個人の,あの議員の資質からしても、あの全くなってないと。 で、まあ、あの、神で出して逃げようとしていると。これ、何というんですかね。この安倍派は、やっぱり、この共通している部分は。やっぱり、こう、ちゃんと説明しない、もう、逃げにかかっているというのは、これ、安倍派共通の対応じゃないですか。まあ、そういうことですよね。結局ね、あのー、安倍さんも、もうね。あのー、そうなんですけども、統一協会との関係というのは。 説明できないじゃないですか、まずね、統一教会というのはどういうことをやってきたかというと、うんえー、これは1980年代にね、えー、この朝日新聞のね、朝日ジャーナルというのがあって、はい、てそこが、はいあね、頑張って、えー、キャンペーンをや,、はい、やったんですけども、はい、それはね、霊感商法というのがあってね、うん、この壺1個1000万円ですね、そしてね、この聖書みたいな。 あっそれがね、なんと3000万円とかね。びっくりしますよ、聖書3万。はい、印鑑がね、印鑑が数十万円とかですね、はい、そういうような、あまさにもうなんていうかな、まあ、びっくりするようなです、ね、非常識な霊感商法があってです、ね、そして、えー、この安倍さんを狙撃した山上容疑者ですね、のその過程というのは、このお母さんがそこにはまってしまって、今でもはまってるみたいですけども。はいはい そして借金に借金を重ねて、はい、結局1億円ですね、合計、はい、それを東京会にさだけてしまったということで、はいえー、この山上容疑者は、ですねこの大学進学も諦めて、ですねそしてこの山上さんの,このお兄さんは、です、ねはい自ら命を絶ったということで、はいえー、もう家庭がね、離散しちゃったんですよね、まあ、そここのところでね。 あの非常にね、こういう山上容疑者のような家庭、あるいはこのさっき言ったですね、この加盟でね、小川さゆりさんですね、のような家庭であるとかね、これ、日本に5万とあるわけですよ、そういうですね日本人、日本の家庭をですね非常に苦しめ続けた統一教会、それにね、それと貸し借り関係があるね、自民党、岸信介以来、岸信介、安倍晋太郎、安倍晋三、安倍晋三ね。 でそして、この自民党の議員もみんな選挙になると、大なり小なりお世話になっちゃったりしてると、はい、そ,のその関係というのは、ですね決して、ね、説明できないと思うんですよね。うん、だからこう、みんな、ね、逃げてしまうし、えー、そうかといってズブズブの関係だから、この解散命令とかね、そういうことにも動けないし、ですね、はい、そういうような、ね、非常に、まあ、地獄のような泥沼状態なんですよ、自民党はですね、今。 そんな中で、ですねあのちらっとあのニュースで見たんですが、安倍元首相の事務所、これ、山口県の下関にあるんですが、下関の事務所は閉鎖、アッキーこと昭恵夫人の,あの居酒屋さんも閉店、佐藤さんは、国葬は安倍の祭りの最後だとおっしゃってるんですが <laughs>、いわゆるあのこの前の国葬というのは、この8年間、9年間の 安倍ののお祭りの最後ですかいや僕はね、そう思ってるんですよね。あのー、とにかくね、あのー、人心というか、国民のこの心とかね、はい、そういうものこの安倍さん的なね、安倍さん的なものにです、ねはい、早くさよならしたいと思っていると思うんですよ。はいはいね、例えばね、えー、こう奈良県の、ね、西大寺のですね、はいあのー、実際の,この狙撃した現場ですね、はい、まあここにね。はい あの何か遺伝子的なものを建て,てるかどうかという、ね、こともお問題になったんだけども、はい、結局、結論としては何にもやらないで、はい、あの計画通りね、都市計画通りシり車道にすると、はい、いうことになったということですよね、これなんかまさに地元住民がそんなもの置かないでくれという、ね、<laughs> 声が大きかった <laughs> ということですから、<laughs> うん、それ、象徴してると思うんですよ、これ、とにかく、ね、安倍さん的なものを忘れたいと、ねうん、これ、どういうことかというとね、これもお非常に大きく言うと、 えー、安倍さん的なものってかしのは、そうそう、ね、うそばっかりでした、そしてねあの、経済政策からいうとね、この新自由主義っていうかね、はい、要するにこの強い、ね、ものだけが勝つというです、ね、はい、二極化を推し進めたね、そういう政治なんですよ。早くそう,そういうね、うと、それから、えー、強いものだけが勝つ、そういう政治から、ね、離れたいということをみんな考えてると思うんですよね。そこで この検察の捜査がです、ね、こうずっっと入ってきたわけなんです地検特捜部の,この捜査というのはこの、ね、一つの社会的使命として、世直しの部分も担ってるんですよ、そこで、ね、これが、ね、一つの活気となってです、ね、そしてもう安倍さん的なものは、ね、もう本当にさらばということで、安倍の祭り最後の、ね、時が来たというふうに僕は思ってるんですよね。 今、佐藤さんの話聞いてて、本当にそう思うのは、当初、6000人で前になるとか言ってたのが4000人しか来なくて、なんかもうね、みんなもう、そういうことなんですよね、だからね、カナダのトルドーも来なかったりですねトルドーは上手に逃げましたね、ねはい、そうそう、うとにかく G7 で、<な>いや、自分だけが行くのか、これはちょっとまずいなということで、G7 ゼロ、そうそうそう、<laughs> ということでね。 えこれ弔問外交なんて言ってたんだけどもね、はい、もう全然なんていうか、形だけで、もう何一つ実態はないっていのはね、はい、まあ分かり過ぎた話なんだけども、そうなりましたねそこでですよ、佐藤さん、この自民党政治を終わらせるためには、野党が頑張らなあかんのですが、肝心の,その立憲民主党がふら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 してて、この野田元首相が国葬に出席して、なんかスピーチまですると。 これやっぱり野党側にも問題があるから、やっぱりその小沢一郎さん級のこのなんかこう、こうまとめる人がいないと、これ野党っていうのは、もうず,ずっとふらふらなんですかね。そうですねだからね、まあ、とにかくね、野田さんというのはね、この民主党政権がね、10年前にありましたけども、はいはい、民主党政権って本当に、ね、期待された政権だったんだけども、結局ね。はいうん 鳩山さんのところで実質的に終わってるんですよそうそう、鳩山さんがその最低限も県外で騙されて、うん、あの菅さんになってからもうだめでしたね,、うん、そうあのね菅直人さんと野田さんというのはもうね、自民党と同じです、全く同じです。消費税上げましたもん。そういうことなんです、うんえー。ということでね、野田さんがね、あのー、なんていうかな、まあ、今度ね。 え追悼演説をやるということなんだけども、本当にどんなことを言うのか、ですね非常に注目されるところではあるんですよね、た、うん、だからですね、えー、これ、野田さんと、ね、安倍さんというとね、まさにこの政権交代の時にですね、えー、いろいろとね、あの国会の、ね、予算委員会かなんかでいろいろやった中ですから。投資,投資まあね、はいうん 追悼演説ということで、まあ、野田さんが指名されるのは、それはそうかなっていう気もするんですけどもね、うん、ただですね、まあ、はっきり言えば立憲民主党ね、野田さんとか菅直人さんとかね、まだ、まあ、いるということ自体がね、僕はおかしいと思うんですよ。そ国民裏切っ,てったんやけどね、うん、最初、はいうんそう、結局ね、彼らは民主党を通し,したんですよ、自民党と全く同じだったんですからね。 これはね、えー、ちょっと言いますとね、はいあの、結局ね、官僚にとってはね、あの自民党が嬉しいんですよ。はい、当時、その民主党っていうのはね、この官僚の嫌なところを、ですね嫌と思うところをちょっと改革しようというふうなね、はいはい、画期的な政党だったんですよ。ね、それはもうね、嫌で嫌で仕方ないんですよ。なるほど例えばね、はい、特別会計に手をつけるんじゃないかとかね、はい、このまさにね、官僚のね隠しポケットと言われるですね。はあ そ嫌でしょうがないで自民党というのはそういうこと絶対ありませんから、はいはい、そういうことで、官僚は、ねあのー、自民党のスパイと化していたんですよ、うで彼らは要するに、あのー、民主党、このままじゃただじゃ済まんぞみたいな感じだったんで、そこで、ね、鳩山さんが退いて、菅直人さんと野田さんになって、ですねじゃあ,まあ官僚、官僚の、ね、皆さんね、そんなことやりませんからみたいな感じでですね。 そこで折り合いをつけたというのがやっぱ実態なんですよあの小沢さんがまだね、かろうじてあの議員をやられていて、あのもう一回、引き締めをされそうなこともおっしゃってるんですけど、やっぱりこの政治家なり、まあ、その他、両親ある人に期待するということにしかならんのですかね、立憲民主に関しては。 小沢次郎さんってのは本当にね、あのー、不正室のです、ねはい、現代における本当にね、偉大な政治家だと思いますよ、僕はね。はいうん、でね、僕が思うにね、もうなんていうかな、はい、例えば村上誠一郎さんみたいな人も自民党にいるじゃないですかね。国土のしさんいだからね、結局、うん、このままいくとね、なんかね、自民党とか野党とかですね、 なんかみんなぶっ壊れて、はいえー、大再編が起きるんじゃないかなっていう気もしないでもないんですよね。いっそそれが起きてくれた方がいいのかもしれませんね。もういいんじゃないかと僕は思うんですよ。はいうん、例えばね河野太郎さんだってです、ね、はい、原子力に関してねいろいろやりたいんだけども、はいえー、自民党にいる限り、それは絶対、えー、不可能ですよ。財界ねそういうことを考えれば。 新しい政治,政治勢力を、ね、作らないと、はい、とても実現できないんで、ですね、はい、それはね、そういうことを起きても僕はおかしくないと思いますよ何が起きても不思議じゃない世の中になってきましたからね。 はいはい,はいあのー、本当にね、あの野党にあのー、もう一度踏ん張ってもらって、えー、そういう大再編も含めて、えー、展望ある政治に変えていきたいなというふうに、えー、感じました。えー、まだまだお話を伺いしたいところなんですが、ここでお時間となってしまいました。佐藤さん、今日も本当にありがとうございました。ありがとうございました。えー、今日のゲストはジャーナリストの佐藤明さんでした。 時間にわたってお送りしてまいりました106回目の路上のラジオいかがでしたでしょうか路上のラジオはこれからも何の忖度も自粛も多分もなく発信していきたいと思いますどんなことでも自由に発言できるメディアであり続けるために私たちはあえて企業のスポンサーを持ちませんえですから皆様からの寄付だけがタブですえどうか引き続きのご支援をよろしくお願いをいたしますえ寄付の宛先ですゆうちょ銀行 または近畿労働金庫水田支店普通講座ですあるいはですね路上のラジオのホームページや YouTube の解説の一番下にもリンクが貼ってありますのでそちらからでも確認いただけますどうぞよろししくお願いをいをたします。 え番組へのご意見ご感想ホームページのメッセージホームからお待ちしておりますえそして YouTube でお聴きの方是非ですねチャンネル登録をお願いしたいと思います新しい回がアップされるたびに通知が来ますから聞き逃しがありませんえそれでは今日も最後までお聴きくださりありがとうございます路上のラジオレイレイオンザストリート次回もまた聴いてくださいね